はいどうも、世界一のセラピスト川上拓人です。本日は大阪の日だまりさんのサロンに遊びに来ております。ゆりかさん、よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。初めて来ましたね。初めましてですよね。初めましてですね。よろしくお願いします。今日はですね、この日だまりさんのサロンに来て、ね、ゆりかさんにちょっとお願いしたいことがあって、ずっとねちょっと依頼をしてたというか、はい、お願いしてて、皆さん、ゆりかさんのインスタグラム概要欄にあるんで、ちょっとぜひ見ていただきたいんですけど、声優を擬人化するスペシャリストなんですよね。そうなんです。そうですよね。あれってどういうきっかけで始めたんですか？もともと私、イラストとか漫画を描くのがすごく好きで、はいはいはい、アロマセラピストになる前というか大学に入る前は漫画家を目指してたんですよ。おお、すごい。漫画家を目指してたんですね。すごい方向で、ちょっと方向転換したんですけど。方向転換してアロマセラピストに。すごいですね。でまあ、趣味でずっとイラストを描いてたんですけど、はい、何かこう自分の特技を全部組み合わせて、うん、なんか新しいものできたらいいなと思って描き始めたのがきっかけです。はいはいはい、そしたらあんなクオリティの高い声優が擬人化していくっていうね。本当にちょっと一個一個見てね、紹介していきたいぐらいのオレンジとかね、僕ブラックペッパーくんが大好きですよね、いつも。ペッパーくん結構ツボなんですけど、結構イケメンのいろんなキャラクターがいたりとか、めちゃくちゃ可愛いキャラクターいるので、ぜひちょっと見ていただきたいんですけど、今日はですね、このアモンっていう去年の12月に調香師さんで作ってもらって、全国のアロマセラピストさんからちょっとお題を決めて、デトックスにはどんな声優がいいですかっていうのをやって、上位の声優を調香師さんがもう本当一滴単位でこうやって作ったブレンド、アモンっていうのを擬人化してもらえないかという無茶ぶりを。ブレンド声優の無茶ぶりとかありました？いや、初めてですね。初めてですよね。いや、でもすごい楽しかったです。あ、楽しかったですか？おー、いや、なのでね、今日ちょっとこのブレンド声優の擬人化をちょっと紹介していただこうかなと思って、ぜひご紹介いただければと思います。はい、誰か行きましょうか。タクトさんが一番好きなとか最近気に入ってるのがどれとかもしあれば。あ、最近このサニーちゃんから行きましょうか。嬉しい。私が一番描いてて、はいはい、気に入ってるキャラクターなんですよ。サニーちゃん、サニーちゃんが一番。サニーは本当にポジティブとか陽気っていうイメージがあって、それでねブレンドさせていただいたっていう形です。はね、箱のカラーとかそのね、オレンジ、そうですね、イメージなので、うんうんうん、で、柑橘系がすごく多いので、はいはい、黄色、ね、オレンジがベースって考えたんですけど、うんうん、米の案が、あ、すごい、複数案があるんですね。そうなんですよ。めちゃめちゃいいじゃないですか。サニーっぽい。サニーっぽい。わあ、ポジティブだ。あ、いいですね。そうなんですよ。なんかオレンジ、黄色なんですけど、でも差し色でどっかに緑を入れたくて、あ、はい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 、香りを嗅いだ時に、うんうんうん、柑橘だけじゃないですもんね、はいはい、だってね、ブレンドが。で、そのちょっと色の組み合わせとかを考えてて、どこかにちょっと差し色で明るい緑入れたいなと思って。スカーフですか、これ。スカーフに入れるか、はいはいはい、でもサニーがオレンジメインやから、うんうん、オレンジスカーフにしてここを緑にするか、ね、めっちゃ悩んでて。なるほど、決めていただきたいなって。どっちがいいんだろう。クオリティ高。じゃあこっちですかね。顔がなんか明るく元気にこうポジティブに見える。やったー。やったじゃあこちらの、スカーフが緑で、はい、めちゃくちゃ元気でポジティブなサニーくんを、はい、サニーくんを、はい、こっちで、こっちでお願いします。決まりで、決まりでお願いします。やばいですね、クオリティ高いですね、やっぱり。やばいな。じゃあ次はポジティブときたら美容かな。あ、美容、女性に人気そうな。そうですね、美容ブレンドの魅力的なチャームですね。魅力っていう意味を込めて作りました。チャームはローズとかゼラニウムとかのピンク、赤イメージを、うんうん、そうですね、声優自体もね、こうやってちょっと色が明るいっていうか赤っぽいのが入ってますもんね。チャームさんです。おー、魅力的ですね。髪がすごいいい感じでしょ。お花がついてる。そうなんです。カモミールとローズと、うんうんうん、あとお花、ゼラニウムか、うんうん、入ってるので全部くっつけとちゃおうと思って。ほんとだ。カモミールがついてますね。やばい、ついてます。い
やいや魅力的ですね。魅力的、ありがとうございます。これも最初はなんか、私のアロマンガの方のローズからちょっともう引っ張ってきて、最初前髪あったんですけど、やっぱこれ可愛らしく なりすぎてしまって。あ、でもなんかこれもこれで可愛らしいですね。あ、魅力、本当ですか。チャームめちゃめちゃありますチャームだって普通ここから見るだけ5個ありますよね。チャーム一生考えてましたね。あ、チャームちょっとね難しそうですよね。いろんなパターンが、そうなんですね。もう一番しっくりくるのは色、こっちかな。確かに確かに、なんか色もチャームっぽい色っていうか。はい、じゃあこれでいきましょう。いいですか。今日もほとんど私の。いやしっくりきます、しっくりきます。じゃあお次はデトックスかな。デトックス、カタルシス。あ、好きです、私これめっちゃ好きです。お、カタルシス、カタルシス、カタルシス、はい、はい、これ最初まだ精油が届いてない時に、このイメージだけ見て作ってたんですけど、まあ、とりあえず緑と青ベースで作ろうと思ってて。おー、はいはい、いいですね。届いて嗅いでみたら、あ、思ったより深い香りやと思って確かに使いましたすごいすごい、スナフキンみたいな。あ、すごい。あ、でも確かにスナフキンイメージ。いや、でもなんか浄化されそう。浄化されそう、魔法でバンってなんか浄化されそうあー、すごいすごい、ジュニパーっぽい部分もね、あるし。この森の湖畔にって書いてるから、はいはい、スナフキンみたいにしたいと思って。おー、すごい。しかもここにもついてますね、ジュニパーベリー。そう、ジュニパーとローズマリーがここについてます。で、ここはサイプレスの。おー、すごい、サイプレスの。はい、すごい実がついてる。これは浄化しますね。魔法使えそうですもんね。魔法使えそうですか。いや、嬉しい。で、もうちょっとくすませたらこんな感じで、これはこれでなんか色は、いい感じのくすみが出てる感じですね。青って感じかな。これはほんまに私もどれにしようかすごい考え悩んでて、タクトさんに決めてほしいです。お、任せてください。この3種類から、いや、もっとこっちの色にしてもらって。はい、ちょっとくすんだ色僕好きなんですよ。あ、そうなんですね。好きというか、くすんだ色可愛いですよね。これにしようか。これにします。はい、あ、決まりました。決まりました。ちょっとくすんだちょっとくすんだちょっとくすんだスナフキン、はい、スナフキンくんじゃないけどくすんだスナフキンでも本当に魔法使えそう。あ、次は、次はリリースでいきましょう。リリース、よいしょ。おー、すごい、かわいい。あ、すごいすごいすごい。確かにもう解放されてそうですよね。何からも縛られてないですもんね。はい、もう解放されてます。わあ、すごいすごい。これ最初でもこの子が一番色迷ってめっちゃごっちゃごっちゃになってたんですよ。ああ、はいはいはい、はい、全部言ったら色結構違う系のお花じゃないですか。確かに、ラベンダー、そうですね。で、目の色ね、悩んでるんですよ。目の色、目の色細かい、素晴らしい、素晴らしい。目の色うるさいって感じなんですけど、いやそこのこだわりが僕欲しいんですよね。あ、本当ですか。その表現がやっぱよく見た人がこう、あ、これここに現れてるみたいなのが、多分アロマ好きな人って多分こう変態な人が多いんで、あ深いところまでこう、アロマオタクね、いっぱいいますよね。何色、これはあれですよね。これはローズマリーに寄せて青にして、青っぽい色で、で、こっちは緑。あ、でも緑、青いいかもしれないですね。なんか青にしますか。そうしましょう。はい、青です。目が青です。ちょっと細かいとこぜひ皆さん見てくださいね。本当にキャラクター本当に細かいとこにこう鼻がいたりね、すごいこだわりがあるのでぜひ楽しみにしてください。アスリープ、これはスリープは、アスリープは安眠ブレンドですね。安眠ブレンド、はい、はい、おお、寝てますね。寝てます、もうもう目つぶってます南国なんでちょっと色黒にして、はいごめんなっていう感じなんで、紫どっかに入れたくて、高貴な感じの、はいシュシュの色で全然イメージ変わるんですよ、はい、またちょっとうるさいこと言うんですけど、すごい、これちゃんとそんなレイヤーって、うわ、すげー、こ、iPad すげー、 iPad すげー、それで設定できるのすげーシュシュの色で、また、なんかこれ手分けじゃできないですもんね。
すごい。全体的なイメージがこの一色でだいぶ変わるから、はいはい、確かに確かに。これをどうしようかなって今。オレンジがいいかな。オレンジも入ってますよ、ね、みたいな。ワンポイントね、ワンポイントでピッて見えますし、ある方がいいですよね、うんうん、じゃあこれにしようしましょう。すごい、でもなんかイメージにぴったりですね。嬉しい、いい香りです。スリープ好き、うん、すごくいいですよね、はい、なんかイランイランもともとね、お花の香りがちょっとあんまり私得意じゃなくって、うんうん、単体、はいはい、まあ、混ぜたら好きなんですけど、はいはい、これは本当にすごいスッと入ってくるというか、うんうん、いや、いいですよね、大好き。じゃあ最後、浄化浄化クリーンですね。クリーン、クリーンはもう多分なんか想像通りだと思います。爽やかな爽やかで集中力アップで仕事ができそうで勉強ができそうな感じ。あ、勉強できそうな感じですね。でもさ、はい、ちょっとでも今までとテイスト全然違うかも。マロマンガにもいい。お、すごい。めっちゃ爽やか。めっちゃいいですね。シャキッとしてますね。はい、シャキッとイケメン。いや、イケメン、いや、すごいです。もうまさにこんな感じです。僕本当にこれ勉強するときとか朝とかのこう仕事モードにするとき用とかでこう考えてるんで、まさにこんなイメージです。あ、ありがとうございます。シャキッとですね。シャキッと、あ、すごい。でこれも最初全然違うポーズで書いてたんですよ、はいはい、本を読んでる感じにしたくって、で最初なんかこんな構図で書いてたんですけど、うんうんうん、おお、はいはい、イケメン。待って、クリーンは絶対猫背じゃないと思って。クリーンピシッとしてますよね。クリーンはシャキッとしてますからね。すごいすごい、ちょっと僕想像以上でした。本当ですか。いや、嬉しい。こんなイメージがもうボンって出てくるとは思わなかったです。なんかありますか、こう作ってて感想とか。感想、いや、でもここまでなんかいろいろ入ってるブレンド精油って嗅いだの初めてなんですよ。入ってても大体3、4種類とか5種類とかぐらいまでのしか嗅いだことなくって、うんうんうん、で自分のお客様に対するブレンドとかも、うん、3種類とか多くて4種類ぐらいなんで、自分で大体これ入ってたらこんな香りになるなっていう予想はつくんですけど、はいはい、こんだけいろんな組み合わせでいっぱい入ってたら本当に届くまで予想ができなかったし。確かに確かに、想像しにくいですよね。なんか嗅いでみたら、うん、あ、やっぱり、あ、違うみたいな、もっとこんな感じやとかで、も想像は膨らんで、すごい楽しかったです。すごいですね。いろんな要素からね、こうキャラクターを作って、その色の配色から姿勢までね、はい、ちゃんと考えていただいて、髪型、目の色までこだわってるので、ぜひですね、このゆりかさんのこのこだわりっていうんですかね、ぜひ皆さん見ていただいて、楽しんでいただければと思います。じゃあ今日は、すごいキャラクターを本当にありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。あのパンフレットとか、ホームページとかにもどん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 出演させていただければと思うので、はい、どん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 やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。